ちょっとさ、じゃあ私、毎年、毎回恒例のですね、県境での反復横跳びいたします。少々お待ちくださいませ。速報、長野県には海はない。そうですね。その通りでございます。じゃあちょうどこの境目でですね、私は反復横跳びいたしたいと思います。ここにスマホ置いて落ちないかな？大丈夫かな？風が結構吹いてますんでね、やっぱ橋の上ですからね。いつ引きずり込まれても不思議じゃないくらい霊がうよいよいる。じゃあですね、ナスカから来ました、ありがとうございます。あれ、気合い入れていきたいと思います。気合い入れてですね、県境に来たらまずは反復横跳びをするというのが私のね、心情でございます。寂しい。行きますよ皆さん、準備よろしいですか。準備はこれちょうど境目だから、ここ境目だから、え、行きまーす。はい、ワンツー、はい、ワンツー、3、4、5、6、7、8、9、10、1、12、13、はあ、もう数えてられない。はい、あ、はい、あ、はあ、はい、はい、はい、新潟、はい、長野、はい、新潟県妙高市、はい、長野県、なんとか郡、白野町、はい、はい、妙高信濃、はい、妙高信濃、はい、長野、長野、新潟、新潟、長野、長野、新潟、はい、はい、妙高、何？何だっけ？あそこで半分ごと見つかったらさ、こたびがかつ上げされてた。絶対こたびがかつ上げになってた。車がめちゃくちゃ迷惑しました。いや、あの車もグルだと思うね、私はね。あの車もグルだと思いますけれどもね、私としてはね。インカメはやめますけども、いやーいやー楽しかったね、これ。私の生きがいですよ、この県境で反復横跳びは。ちょっと写真撮らせて。